にゃほー、こんばんは、ハリネズミ。すぐ踏んなきゃチーン言うてるやんかわいい、知ってるよね。レンジ、レンジおもろいよな。レンジの音やばチーンって言いましたママ、今日はね、ママのお家にやってきました。いや、ママのお家とかやったらちょっとなんかあれやなちょっとおかしくなるけどな、捉え方がな。今日は東京にいます。ママのお家ってなったらな、なんか家族崩壊みたいななるけどふふで別れたいままじゃあやばレナウスじゃなくて結婚していいよ。今日はお母さんの家だからしてあげるこんばんかっきー、こんばんは。リップの色が取れてる。え、さっきダースの、あの焼きダースみたいな、焼きダースを見た。美味しそうって思った。ママ考え直してとか言われた。てるまーてるまー。12日はまあまあ下手だったのでさようなら。いや、まだ希望はあるよ、まだ希望はある。え、みんな席どうやった？12日の書きもときは点々としてるのか。いや、お母さんだけかな。お母さんは仕事が東京のことが多いからな。東京で仕事してるときは東京の家に泊まる的な感じ。いらない。でもそんな全然ずっとおるわけじゃないって感じ。ずっとおるのはレナが名古屋、お兄ちゃんがニュージーランドぐらいまだ見てない。え、見て見て、あなたも名古屋にいる。そうそうそう、J 列 ABCDEFGHIJ 一番後ろ。え、上手だった？え、それによるんだよね。上手か下手かによりますね。家庭崩壊じゃなくてよかったよねそうそうそう、次の当選期待。そう、みんないろんなところにおんねん。上手じゃん。え、上手ならいいよ。え、てか今回は下手じゃなくてもまあいいと思います。わかんないけど、嫌いに会いたいな。会おうね、会いに来てね。そう、ニュージー兄さんだから。いや、ほやほー。そうなんですよね。だから、え、今日新幹線乗った瞬間に荷物が2つ届いて、もう最悪みたいな。かわいいね、してるよ。中村さんの横一列になった時は下手いるよね。あ、いるいるいる、下手いるし、楽園の階段も下手いる。ポジションは変わんない神手なんて助かった。で、神手最強。席がうんこだから取れに出すか。そんなこと言わないで。当たっただけね、いいじゃん。どこだった席教えてよ。それでレナが決めるよ。トレードに出していいか、出しちゃダメか。出しちゃダメか、出していいかは私が決めたいと思います。最近我が家に宅配ボックスが設置されて、おお。いいね、宅配ボックス便利ですよ。便利なんですよね。じゃあやば、前髪ケープかけてもたからもう最悪。他の一面見てます。申し込み忘れてないって言える言えない。え、なんでなんでなんで、言ってよ、教えてよ。そんな言えないほど悪いんですか。制服の当たりません。制服の上で倍率がね、咀嚼音
出していいっていう判断あるんか。確かにトレードにね、席悪すぎたらちょっとかわいそうだからトレード出していいよって言おうと思ったけど、まあ、言わないかなって感じですね。仕事やる気の方が待機ボタン押した。え、頑張ってよ、今日15分しかやらないのに配信。あれのためじゃないって次の座席を前回の公演で座りたかった。次の座席を前回の公演で座りたかった。ああ、前回ね、前回は通路側だったよね。 C、 え、 C 良くない？下手だからってこと？え、 C 良くない？ C いいゆうちゃん、3列目だよ。今日飲み会かわいいの。席は悪くても見に行く。そうそうそう、なかなかね当たらないんですよね。時間だけは今日ゆっくり寝れる。急いだから頑張った方やで。確かに8時前まで頑張ったね、頑張ったね。確かに月曜日って辛いからね月曜日は頑張ったと思います。月曜日でこの時間はね、よく頑張ったよ。出るなら場所はどこでもいい派。おお、いいね。下手、あー下手か、下手か、下手か。まあ明日朝早く会社行かないとダメ、行かないとダメなの？会社早く行かないとダメ明日。やだね、サボっちゃんやそして制服の目ではない。え、違うんだ、制服の目じゃないんだ。なんだ、鉄菜とか。千葉だから覚悟を決めて応募しなきゃだからキャンセルはしない。あー、でも千葉から偉い来てくれてすごいね。偉いよ、なんか来ようっていう精神がね。元気だよ私は、いつでも、いつでも元気です鉄だね鉄だね、速度制限だから、あれのせいでねハイハイとか逃げないと配信見れん。今どこで見てんの？ギリギリ状態で見てるってことキモ可愛いですね、知ってるよ。夢にお土産さえ買えば OK が出るシステム。あ、いいね。え、何買うの名古屋でお土産っていつも教えて、教えて教えて。名古屋のお土産あんま買ったことないわ、通ってたけど。速度制限とは何年か前にお別れしたから永遠に来ない。お、いいね制限なしね。スタバは柿の明後日スタバのメロンフラペチーノ買いに行くの。明後日は行かないかな当日ってことでしょ、発売当日。会社Wi-Fi つなげて、おー、いいね。会社見てんだね。柿用に無制限にしてやる。おーレナもみんなのために無制限にしてあるよレナのせいで50ギガもなくなってるやば、そんななくなってんの、やばいじゃん。うなぎパイって甘いんだよね。味噌カツサンドいいね。味噌カツ、エビフライ、あ、エビフライなんだ。いや、そうでしょ。え、みんなのために無制限にしてるから、普通に普通に普通にみんなのため、加入前からみんなのことを考えて無制限にしてる加入前からね。こんなこと電話してた。よくしました。誰だ？俺以外の女と電話するなんて。きっかけは違ったけど、結果配信めっちゃ見るようになったからよかった。ああ、確かに。きっかけ違うんだね。じゃあ俺も制限にするか。いや、それな。レノのために。レノのために。あ、うなぎパイ静岡か。静岡だ。けど名古屋に持ってるね、隣だから毎月20ギガで余ってる。20ギガ余るってこと？ただ仲良しなかです。うわ、かきまの何食べてるんコーヒーとピーナッツパン
らしいです。お腹すいたからいっぱい歩いたから、いっぱい歩いたから、そう、ちょっとだけ、ちょっと休憩なうですね。キレナ配信ついてみちゃん派です。好きってことだよ。それはパンを温めたのか、いや牛乳、あのコーヒーのカフェオレ。長い行くときあんかけパスタ、あんかけパスタ美味しいらしいな。まだ一回も食べたことないわ。ママ学生なんでいっぱい歩いたのか、お疲れ様です。タミューを食べてもらうようにと投げてるけどタイミング合わへん。そうだ、早く食べ、早く食べればいい。レナが結婚していいよ。カフェラテ買うの忘れ、どうでした、カフェラテ買うの忘れて帰ってきちゃった。結婚してパソコンで見てるから制限は大丈夫。おー、どうしよっかな。じゃあ今日はじゃあお母さんと一緒にいるから結婚してもいいよ。いつも適当なのです、私の結婚しては。おにぎり食べたから結婚してあげるね。うなぎパイファクトリーって工場に見学行ったよ。いいな、行きたくはない、あまり楽しそうだけど。お菓子工場はなんか一回行ったことあって、どこかに、ネイジグリコか、ちょっと覚えてないわ。めっちゃちっちゃい時に行った。明日大雨やって、グリコ頑張ってください。はい、一言出た。どんな理由なのだい。あ、結婚してのあれ、それは公認確かに関西だからグリコ、多分グリコですね、うん、赤い。うなぎパイサンプルもらえた。お菓子もらえなかった、もらえなかった気がする。もらえたっけ。なんかもらったよ、もらったらしいです。試食した気がする、なんか試食とかもできた気がする、うん、結婚していいよ。グリコに行ったことがあるから、いいよ結婚してあげるね、仕方ないから。マリオだらけだったよ。確かに成田空港の名前、確かに。あ、そっち、グリコにもなんかおった気がする。グリコね、なんか、うん、土管みたいな、うん、なんか写真撮った、うん、思い出せば会社だけど忘れない。お母さんこんばんは結婚していいよ。こんばんは、こんばんは、だからいいよこんばんは、だから結婚してあげるよ。柿本家の伝統料理って何かありますか。え、マジでないよな。え、なくない。そんなことないと思う。唐揚げぐらいじゃん、塩麹唐揚げ。何言ってるの。いや、ないやろ伝統料理は。なくな、一番よく食べたもの。ない。ある、タコ、ありがとう。え、ないんじゃん一番よく作ったものがある。ちょっと怒られた、泣いちゃった、もう泣いちゃった。ある一応リアクション何思い出して。唐揚げちゃん、それは自分が好きなんだけどでしょ。変わった味やん、唐揚げ塩麹につけとくから。他とかぶらん料理って言ったらぐらいじゃない。いや違う。レナ今日もめちゃくちゃ可愛いね、知ってるよ。キーマカレー、いや作ったことないやん全然。なんでよ、トマトとかいっぱいのやつ。あ、美味しかったけど夏になったら2回ぐらい。カキ唐揚げ好きなのか。え、お母さんのなんか塩麹唐揚げはめっちゃ美味しくて、マジ美味しいねあれの。そう、塩麹だから。うん、キーマカレーこれから作る。おお、いいね。え、キーマカレー確かに美味しいけど、いしい、そんななんか一番好き、うん、自分が作る中で一番好き。あー、伝統料理ではなくない。いや伝統料理、あれは
伝統料理なの。カキイマカレーだから。カキイマカレー。カキモトケってこと。カキイマカレーらしい。カキマトロカレー。カキイマトマトカレー。そう。カキイマカキカキレナカレー。カキレナカレー、それでキイマカレーじゃなくなったやん。レナはちょっと受け継げられへん。15分経過終わる。そろそろ138日らしい、連続で。すごくな。拍手してます。本当に。うん、すごない。すごい。限りなカレーは嫌やな。なんで。よくない。美味しそうやん、レナが作るカレー。カキ、え？カキ入れマカレー。あ、カキ入れマカレー。カキ入れマカレー。すごない138って普通によく考えたら。年をまたい。コストコ行きたい。コストコ。コストコ行きたいよ。カキ入れマカレー不評なんですが。不評です。伝統料理だからね。伝統の特にないような、そう。いやいや、だからキーマカレーだ。キーマカレーな、うん、伝統料理。カレーだよ。切れない。カキレナの親指がいつもお皿に入った。小学校の時の給食とかな。親指出し入り。いやいやな、親指出し入り給食あったわ。先っぽ入りだね。うわあったわ。お汁系な、給食の。いつも親指入れて、そう、なんか入れてくる人。給食屋の おばさんの親指入ったキャベツ定食。キャベツ定食でキャベツだけやん。キャベツの、ついて定食のキャベツに親指がこう。あ、キャベツについてパターンな。親指がね。はいはいはい。ドレッシングは親指。ドレッシング親指やば。指出し？指出しキャベツです。指出しキャベツ。ちょっと違うやつ。違う指出し。はい。これで多分訪れは治りましたね。親指。いや違う。なんか電話かかってきた、さっき。変なとこから。でも。